ゆずソフト。名前を教えてね。よろしくね。というわけでして、この度合併するにあたって、この校舎を離れることとなりました。そもそもなぜ合併するに至ったかといえば、ひとえに少子化の問題であります。というわけで、春から皆さんが通う学園は違うわけでありまして、起きて。ねえ、起きてってば。ねえ、朝よ。起きないと遅刻しちゃうよ。ほーら、春休みは昨日までよ。お、は、よ。うふ。お、は、よ、う。あら、どうしたの？もしかして…お目覚めのチューが欲しい？しょうがないなぁ。ロバー！ちょ、まあ、いい加減に、ボーン！やめて。お、お願い。それぐらいにしといてあげないと、なんだかケンタロウくんがくったりしているんだけど。全部お前がやったんだろうが！
お前がいつまでも俺を殴り続けるからこんな風になったんだ。だからお前がやったんだ。お前は俺に恨みでもあるのか。こんなになるまで殴りやがって。爽やかな笑顔でひどいこと言うな。お前、そんな特技嬉しくないわ。ちょっと二人とも。早くしないと朝ごはん食べる時間がなくなっちゃうよ。あれだけ殴っておいて、何その言い草。何気にひどいね、お前って。イエーイ変態。食後すぐの運動は控えた方がいいぞ。なあ、さすがにタエちゃんを置いていくのはまずくないか。かなり微妙な線だけど、多分大丈夫だろうし。どいてほんが。気配もなさそうだし。
行っちゃったね。そうだね。あ、そっちじゃないよ。違うよ。ほら、春休み前に合併するって先生が言ってたでしょ。覚えてるよ。早く行こう。場所が少し遠くなっちゃったからいつもよりも時間がかかるよ。ここで勉強するんだね。だよね。私びっくりしちゃったよ。私たちの名前も載ってるのかな。名前があったら教えるね。私もあったよ。
だって一緒のクラスなんだよ。ひどいよそんな言い方。私に飽きたっていうの？そんなこと言って私を捨てるつもりなんだね。学園なんだよ。新しい友達もできるといいね。あ、何それ、ちょっと私をバカにしてるでしょ。じゃあどういうつもりなの？私は子供っぽいってことでしょ。ではありませんから構いませんけど。気が利きませんのね。か弱い女性があなたのせいで倒れてしまったんですのよ。もう結構です。次からはちゃんと前を見て歩いた方がよろしいと思いますわ。それでは。なんだかちょっと変わった人だね。今年も同じクラスだね。1年間よろしくお願いします。
挨拶ぐらいちゃんと普通に返しなさいよ。まったく、遅刻ギリギリに来たと思ったら、相手がちゃんとしてるんだから礼を尽くさないとダメでしょ。おはよう今宮さん。おはよう。そういう呼び方やめてくれる？新しい学年になったんだから。そうよね、今宮さんって毎年委員長してる気がするよ。別に委員長になりたいわけじゃないの。他にする人がいないから仕方なくなの。そんなのわからないでしょ。もっとふさわしい人がいるかもしれないし。私もそう思うよ。気持ちはありがたいけど、微妙に嬉しくないかもね。まあそういうことにしておくわ。この教室にいるっていうことは、今宮さんも一緒のクラスなの？ええ、そうよ。それじゃあ、今年もよろしくお願いします。こちらこそ。もうすぐ始業式始まっちゃうんじゃないかな。そうね、体育館に向かいましょう。サボるなんてことは許さないからね。え、サボるの？それは私も良くないと思うな。何でもいいからちゃんと出席しなさい。ほら早く。返事ははい。練習じゃないと思うけど、新海地先生がとりあえず話すことがあるから集まってくれって。和音先生が？
話って何だろう。多分合併のことじゃないかしら。学園が合併するっていうことは当然同じ部活もあるわけでしょ。そうなると部活の統合をしたりすると思うの。あ、なるほど、きっとそうよ。知らなかったの？今宮さん知ってるの？そりゃね、昨日のうちに学園の中を見て回ったから大体の教室の位置は把握したわ。上手だったし、リーダーシップもある人だったしね。そのことも今から話があるんじゃない？でも当然私たちの中から選ばれるってことだよね。そうとも限らないでしょ。部活も合併されたら円谷山の人がなるかもしれないんだし。その視線は。どうしてそういうことは全部私に回そうとするの？そうだね、今宮さんって頼りがいもあるしリーダーシップも持ってると思うよ。気持ちはありがたいけど、私はそんなご大層な人間じゃないわ。そんなつもりはないわよ。それに部長にふさわしい人がいればその人がすればいいと思うし。そう？近場にも新部長にふさわしい人がいると思うけど。そうよ、一応男なんだから頼りがいもあるし。リーダーシップはまあおいおい身につけるとして。それに何よりも音楽に詳しいでしょ。曲もたくさん知ってるし。うん、今宮さんの言う通りだと思う。今、めんどくさいとか考えたでしょ。まあいいわ、とにかく新部長に関しても行けばわかるでしょ。私は適任だと思うよ。うん、本気で考えてみたらどうかな。あ、もう！ちょっと、音楽室はそっちじゃないわよ。
多分連絡が回りきらないで帰っちゃったんじゃないかな。みんな集まってるか？おはようございます。あ、おはよう。とりあえず重大発表があるから静かにしてくれ。うん、まあ合併の話はみんな聞いてるだろうけど、実はこのクラブもな、その煽りを食らってな。合併ですか？合併はちょっと無理かもしれん。え、それじゃ廃部ですか？最悪廃部だったりするかもな。先生、よくわからないのではっきりと言ってくれませんか？まあ実はな、私は合併を申し込んだんだが、相手側が嫌がったんだ。嫌がったって、そんな馬鹿げた話が。まあそんな子供のわがままのような話には普通取り合わないんだが。向こうの顧問の先生が音楽に関してはそれなりに優秀な人でな、学園にも多大な貢献をしていて結構な権力を握ってる。だから認められたと、そういうことですか？そんなのひどいですよ。学園としてははいそうですかというわけにもいかない。実際の気持ちはともかく、体裁が悪いからな。学生の自主性や才能の芽を潰さないためにも、と、くだらない建前が延々と続いて、結局出した苦肉の策が。苦肉の策が？部の存続をかけた勝負だ。だから勝負だ、勝負。相手の部と勝負するの。勝負？それで勝負って何をするんですか？それは単純明快。ブラスバンド部なんだから演奏で勝負だ。具体的にはどういった形でですか？約1ヶ月後の5月2日、学内で音楽コンクールを行う。そこでお前らと向こう、両方の部が演奏する。全員だ。教師、学生を含めた全員の投票の総数で勝ち負けを決定する。勝ったらこのまま続けられるんですか？まあそういうことだな。廃部だ。もう少し詳しく説明してくれませんか？どうしてそんなことに？なぜ合併じゃダメなんですか？それについては私が説明しようじゃありませんか。よろしいですか、新海地先生。そりゃまあ別に構いませんけど。それでは失礼して。私は大河原甚五郎というものだ。
この円山学園ブラスバンド部の顧問をやっておる。それでどうして合併じゃダメなんですか？まあはっきりと言ってしまえばレベルの差というやつだな。貴様らのような下手なやつは私の部には必要ない。上だけを目指しているからな。でも演奏も聞かずに下手って決めつけるだなんて。そんなことは私ぐらいになると聞かんでもわかる。見たところ。私の教えを受けるにふさわしいのはいなさそうですな。何を基準にしているのか知りませんが、それはあまりに横暴じゃないですか？基準は私だ。私の長年の教師生活の勘が告げている。貴様らは私の指導を受けるに値しないとな。そんなの差別じゃないですか。そうですよ、いくら先生でもそんなのひどいですよ。ああ、やかましい、やかましい。やべえ、口の利き方も知らんのか、この連中は。誰と話してると思っているんだ、敬語を使うか。こんな連中、やはり引き受けないで正解だったわ。下劣。ん？何か言ったかね？いえ、それよりもいきなり廃部はないんじゃないですか？何を言っているんだね。ちゃんとチャンスはあげているだろう。そちらのブラスバンド部との勝負ですか？そうだ、公平だろう。チャンスは同等に与えられているのだから、あとは君らの頑張り次第だ。言い出したのがそちら側なのですから平等だとは思えません。なんだと？生意気な口を聞きよって。もうお前らも納得できないだろうけど、これはすでに学園側も認めたことだ。そんな、そういうことだ。文句を言いたければ学園長に言うことだな。まったく、部員の管理ぐらいしっかりとしてほしいものですが。申し訳ありません。こんな低俗な連中とはこれ以上付き合っていられません。それでは私は失礼しますよ。置いていくなよ！寂しかったぞー！いやー、なんだ、貴様は！
大丈夫ですか？ 大丈夫じゃないわ！なんだ！これも あなたのところのポインか！ええ、一応本当になってませんな。あなたのところの学生は。何が起こったわけ？それは、先生、この場合はどうしたらいいと思いますか？どうと言われてもな。時すでに遅しか。なんだよ、一体何が？ハブ！ちょっと待って、一体何が？あがお！女の子に殴られたいんだけど。バーッ！アバッ！まあその辺にしておけ。部費の問題もあるからそれは無理だろうな。なんとかしてください。それともあんなこと言われても先生は悔しくないんですか？悔しくない？何を言い出すかと思えば、私はあのおっさんと同じ準備室なんだぞ。いつも自慢話を聞かされるんだぞ。最近の学生の態度がどうとか、そんなくだらない愚痴も聞かされるし、さっきのカツラのことでもぐちぐちと言われ続けることになるんだろうな。それを悔しくない？その怖いよ。一回立場を変わってみるかなあ、中之島。それはそれとして、本当になんとかならないんですか、新海地先生？どうにもならん。勝つか負けるか、弱肉強食。社会は厳しいぞ。頑張れ、負けるな、僕らのブラスバンド部。さっきも言ったが決定事項だ。悪いが日本は資本主義で、私は雇用者だ。弱者には何の権力もないんだよ。5月2日に相手の部と勝負する。それが嫌なら廃部しか道はないな。
勝負まで時間もない、練習あるのみだ。私はみんなを信じてるぞ。何をですか？この程度の困難、みんなで力を合わせれば必ず乗り越えられる。君らの力が一つになればできないことなんてないさ。まあ正直な話、お前らを残してやりたい。というか、あのおっさんはかなりムカつくから一泡吹かせてやりたい。そうですよね。あ、だから後のことは任せたぞ、新部長。お前だ。これからこの部を頑張って盛り立ててくれよ。じゃ、あとはよろしく。就任おめでとう。おめでとう。いいのかな。キャラ変えたのか？ちょっと爽やかすぎて気持ち悪いぞ、新部長。ちゃんとノックはしたぞ。新部長は寝てて聞こえなかったかもしれないけど。
だって事実じゃんよ。カズネちゃんのご指名だぞ。反論する余地はないんじゃないか。現実逃避はやめておけ。気持ちはわからんでもないが。はっはっは、心配性だな。もっと大きく心を構えた方がいいぞ。ノーゲブゲブ。アイアンクローはフリッツ・フォン・エリックの技であって、他の場合はブレーンクローと呼ばないと。痛い痛い。まずシャレになってないって。お前はムチしか使えてないだろって。痛い痛い痛い。あまだ頭が痛いぞ。そうなの？大変だね。やっぱりストレスとか感じた時に痛くなるの？違う！こいつが俺の頭を思いっきり締め付けたの！違う！ブレーンクローだ！ブレーンクロー？そう！そもそもフリッツ・フォン・エリックは強盗事件に遭遇した時に犯人を手首を折って失神させたという逸話があるほどに素晴らしい御人でだぞ。あは、そうなの？部長さんだもんね。頑張ってね。そんなことないよ。部のことだもん。私だってちゃんと考えてるよ。そうだね。例えば、まずは今からコンクールに向かって猛練習するでしょ。それで、まあ内部分裂はお約束だよね。それで仲直りするけど、コンクールまでの時間がなくなって、練習不足で勝負に負けちゃって。そしたら敗部で
負けた責任を感じたジュン君が北の大地でクマと戦って。ごめんね。私のせいで死んじゃやだよ。あれ、クマは？ベニカブトは？ともかく私も力になるから一緒に頑張っていこうって言いたかったの。まだ結構余裕がありそうだな。でもほら、多少の余裕を持って投稿した方がいいと思うよ。おはよう、三人とも。おはよう、今宮さん。おはよう、今宮ちゃん。あ、ダメだよ、今宮さん。ため息を吐くと、その度に幸せが逃げていくよ。ごめんなさい。別にそんなつもりはなかったんだけど。あのハゲのおっさん笑えたよね。そんな言い方しなくても。そうね。とにかく練習するしかないんじゃないかしら。あとは副部長を決めるとか。私はやらないわよ。口にしなくても目が語ってた。私だって意地悪でやらないって言ってるわけじゃないの。実はね、委員長との掛け持ちは大変だからって新海地先生に部活の役職に就くのを止められてるの。え、そうなんだ。ええ、昨日先生が私にそう言ったの。
私もできる限りの手伝いはするし。うん、私頑張るよ。俺も幼馴染だけど、副部長に。うわっ、即答。そうね、私たちで勝手に決めるわけにもいかないし。それじゃあ、私は放課後までにいろいろと調べてみるわ。コンクールのこととか、相手のこととか、知っておいて損はないと思うし。一人で大丈夫？私でよかったら手伝うけど。ありがとう。でも大丈夫。先生に質問するだけだから。それじゃあ放課後に。なあ、俺副部長に。なんで？俺だって頑張るよ。だからいいでしょ。ほら、タイちゃんもなんか言ってよ。ちゃんまで。いや、そういうわけじゃなさそうだ。でも、それじゃ、私たちはどこで練習するの？ちょうどいいところに、こっちに来て。ご注文の私たちの部長です。そう、あなたがこのブラスバンド部の部長なのですか。私は円山学園のブラスバンド部部長、ひばりが丘ゆきと申します。以後お見知りおきを。昨日？何ですの？ああ、そういえば昨日の、あなた、部長でいらしたの？ん？なんだかよくわかりませんが、殿方なんですし、もう少しはっきりとおっしゃったらどうです？お互い部長ですし、今後も何かあるとは思いますが、その時はよろしくお願いしますわ。ちょっと、のんきに挨拶してる場合じゃないの。端的に言うけど、私たちにはこの音楽室を使わせてもらえないらしいの。ないってこと。
そのことを言ったら部長を呼べってこっちの部長さんに言われてね。ここはもともと私たちの練習場所ですわ。それにしたって横暴よ。学園が合併したんだし、交互に利用したりとか何か方法があるでしょ。それにつきましては先生からちゃんと説明を受けています。あなたたちの活動場所です。給走庫を使うようにとのことですよ。ちょっと待って、ちゃんと練習場所として使えるものなの？さあどうかしら。私はそんな建物見たことがないですし。でも練習場所として割り当てられたのですから、ちゃんと練習できると思いますわ。とにかくこの音楽室を使いたいのであればちゃんと先生の許可をお取りください。あと言い忘れるところでしたわ。楽器保管庫に関してはあなたたちも使用して結構です。以上。ああそうだ、あなたたちは来たばかりで給走庫の場所がわからないでしょ。どこにあったかしら。ちょっと芦屋くん。僕に何か用かな、ユキくん。大河原先生からお預かりした給走庫の地図をどこにあったかしら。地図なら僕が責任を持って預かっているが、ところでこの人たちは誰なのかな。今度の学内コンクールで勝負する相手のブラスバンド部の方々ですわ。ああ、だったら彼らに地図を渡せばいいわけだ。そうですわ。それじゃあとはよろしくお願いしますわね。やあ、はじめまして。僕は副部長の芦屋総一郎だ。よろしく。そっちの子猫ちゃんもよろしく。私？もちろんだよ、可愛らしいお嬢さん。今宮のり子です。よろしく。これが給走庫の地図だよ。さ、持って行くがいい。すみません。本来ならば自分で探すべきだとは思うんですが。そんな些細なことは気にしちゃダメさ。僕は子猫ちゃんのためならどんなことだって迷惑じゃないんだから。その意外そうな声、もしかしてあんなこと言われて喜んでると思った？
りゃ照れるわよ。あんな恥ずかしいことを真正面から言われたら。あの人よく真顔であんなことが言えるわね。だけでも恥ずかしい。別に悪口じゃないわよ。ただ単なる第一印象よ。まったくね。どこに行くんだ？本当にこっちの方なの？どんどん橋の方に来てるわよ。間違いないの？ボロボロだね。中で演奏なんてしたら潰れちゃうんじゃないか。演技でもないこと言わないで。そうだよね、さすがにこんなところは。ちょっと私にも地図を見せて。どう見てもここだわ。おいおい、マジかよ。いや、僕の可愛い子猫ちゃんが迷ったりしていないか心配で、ついつい見に来てしまったよ。ああ、旧倉庫だ。近々取り壊される予定らしいがね。本当にここなの？ああ、間違いないさ。だってこの僕が子猫ちゃんに嘘をつくなんて大罪を犯すはずがないだろう。そうですね。どうするんだ。こんなところじゃまともに演奏なんてできないぞ。演奏？君たち、こんなところで演奏するつもりなのか？僕はてっきり一時的に物質として使うだけで練習は他でやるんだと思っていたが。わかった。僕が何とかしよう。練習場所提供してくれるの？約束はできないが努力はしよう。こんな不完全な状態で勝負して勝っても嬉しくない。それに。
それにこんな埃っぽいところで子猫ちゃんたちが病気にでもなったら大変だからね。そうですか。ねえ、ここで練習するの？任せてくれたまえ。僕が何とかしてみせるよ。はい、お願いします。はい、任せてください、僕の天使よ。それではまた。ねえ、あの人なんだか変だよ。恥ずかしいくらいに変だったわね。うん、変なやつだった。ひでえ！練習場所は芦屋君に期待するとしても、やっぱり部室としてはここを使わないといけないのよね。とにかく中を覗いてみないか。そうだよね。意外と中には何もないかもしれないしね。山だな。これ全部ゴミなのかな。とにかくみんなで片付けましょう。そうだね。ともかくここを使える状態にしちゃわないと。やるか。疲れた。まだまだだな。かなりあったぞ。でもいいんじゃね。トップに立つ者ほど率先して休むべきだと思うけど。や、やっとるかね、ワコードよ。ちょっとこれマジっすか、カズネちゃん。いつも先生をつけると言ってるだろう、ツルハシ。やだな、硬いことは一個なしですよ、カズネちゃん。あのな、私は一応教師なんだ。
お前らにそういう風に呼ばれるのは少々問題なんだ。俺とカズネちゃんの仲じゃないっすか。これで3度目。次はないぞ、鶴橋。すみません、カズネ先生。で、調子はどうだ？だいぶ使われてなかったらしいからな。場所の問題だ。いくらこの学園が大きいと言っても空き教室には限界があるからな。半分はそういう理由だ。え？半分？それじゃああとの半分は？残りの半分はあのおっさんの仕業だ。そりゃあのおっさんがいる限りあの倉庫限定にされても不思議はないな。向こうの副部長がなんだか必死に大河原先生と話してたな。練習場所がどうのこうのって。それは私に聞かれてもわからないな。すべてはおっさんの胸三寸だからな。まあ、最悪の場合、私の方で何とかしてやろう。さすがカズネ先生、やる。世の中にはいろんな交渉の方法があるからな。やり方次第で権力のないものでも何とかできたりすることもある。具体的にはどんな？教えてやってもいいな。そこら辺はお前らじゃどうにもならないしな。それよりも部活の方はどうだ？とりあえずやっていけそうか？人聞きの悪いことを言うな。あれはちゃんと考えて決めたんだぞ。そんなはずないだろう。ちゃんと考えたんだぞ。そんなうさんくさい人間を見るような視線を私に向けるな。いろいろと考えた結果なんだって。あれは理由だってちゃんとあるんだぞ。音楽に詳しい。あと？あとはだな。細かいことは気にするな。ともかく私はお前が最適だと思ったんだ。いいか、よく考えろ。例えばお前じゃなく鶴橋を部長に任命したとしよう。するとどうなる？
任せたぞ。納得するの？例え話だ、気にするの？とはいえ突然の話だったことは認める。まあいろいろと困ることもあるだろうな。まあとにかく頑張れ。私もちょくちょく顔を出すから。あ、それじゃまたな。さてと、それじゃ行くか。ごめん。僕方向音痴だから。ありがとうございます。疲れた、やっとかよ。今日はここまでね。そうね。あ、教室に忘れ物しちゃった。本当？そんなこと言って先に帰ったら怒るからね。納得いかねえぞ。なんで俺たちがこんなことを。なんでよ。僕かな。やっぱりあるの。まあ過ぎたことを言っても始まらないし、ポジティブに行こうぜ。ポジティブに。でもはなしだ。そんなネガティブじゃ世の中は渡っていけないぞ。痛い痛い。どうですか、そちらの方は。これ、何ですの？こんなところで練習ができますの？またあの男は、こんな姑息な手を使うだなんて、人間としての底が見えますわね。関係ありませんわ。確かに音楽に関することでは有能と言えるかもしれませんが、人間性は全くの別問題ですもの。ここまでひどいとは思いませんでしたわ。こんなところで練習などできるはずないでしょうに。私も彼に言われて様子を見に来たのですが、来てみて正解でしたわ。
自分も相手も全力を尽くしてこその勝負ですのに。それで、これからどうするつもりですの？こんなところで練習を続けるのですか？私たちの使っている音楽室は、最近内装も変えたばかりですし、冷暖房はもちろん、湿度まで調節できますの。素敵だと思いませんこと？と思いませんの？ええ、使いたいのではなくて？全面的に開放はできませんが、そうですわね。週に一度か二度、あなたたちに開放して差し上げても。ますの？私はひばりが丘ゆきですのよ。あの程度の男、私に立てつくには10年、100年、いいね、1億光年早いですわよ。勝負する以上はちゃんとした相手でないと、私のプライドが許さないだけですわ。ですから音楽室を開放するだけで、別に他の意味はないんですからね。まあ無用だとおっしゃるならば無理強いはしませんけど。そうですか。それでは先生には私の方から話しておきますわ。それではごきげんよう。本当にそれだけなんですからね。
ってこないの？前帰ってきたのはいつだっけ？またそろそろ帰ってくるんじゃないの？今はどこにいるんだっけ？お、今は音楽の都にいるのか。本場だな。さすが、世界に名を馳せるだけのことはあるな。また会いたいな。今度帰ってきたら私の家で晩ご飯食べようよ。おじさん面白い人だよ。確かにな。もっと風を、大地を、空を感じるところに住みたい。今回のお土産は何だろうな。前は何だっけ？ああ、あれでしょ？ドイツの伝統的な工芸品の壺。マジで？もしかして高級品？土産物って捨てるに捨てれないからな。おじさんの気持ちなんだからちゃんと受け取ってあげないと。でも、おじさんが帰ってきたら何かアドバイスとかもらえるかもしれないよ。お、それはすごそうだな。明日からは音楽室だって使えるんだし、いい感じだな。最初見た時はちょっと怖そうだと思ったけど、意外と優しかったね。寝るの？それは私だけじゃないでしょ。それじゃあ私もこれでちょうどいいの。ううん、どうもしないよ。ただ大丈夫かなって思って。
に部長さんになっちゃったし、無理してないかなって思って。どうかしたの？あ、本当だね。でも今日はしょうがないよ。だって忙しかったし。それじゃあ明日にはみんなに話さないとね。よーし、頑張るぞ。別に副部長になりたいわけじゃないけど。私はね、副部長になりたいんじゃなくて、純くんの力になりたいの。そのためには副部長になるのが一番いいかなって思って。ダメかな。よかった。くし！くえ、無理してない。わかった。それじゃあおやすみ。また明日起こしに行くからね。起きて。ねえ、起きて。朝だよ。ほら、早く起きて。ダメだってば。そう言ってさっきも寝たの。もう5分経ったんだから早く起きて。そんなに余裕ないよ。今起きなきゃ朝ごはん食べられなくなっちゃうよ。そう思うなら起きてよ。部長さんなんだから。私はまだ副部長になってないよ。純くんも一緒に頑張るの。目で見つめてもダメ。ほら、起きて起きて。でも、もう時間なの。
それに昨日起こしに行くって言ったらよろしくって答えたでしょ。本当？でもまた眠っちゃダメだからね。大丈夫？荷物持とうか？でも、辛そうだよ。平気よ。別にそんなに負担になるようなことはしなかったから。そう、よく知らないけど先に行ったんじゃないかな。今日は少し早めに家を出てよかったね。走れば間に合うんじゃないかな。私は信じてるよ。きっとできるって。だったら朝はもっと目覚めを良くしてほしいな。いつも歩いてる道をゆっくりと歩くのも私は素敵だと思うんだ。そういうものですよ。あれってもしかして。愚問だな。
運動不足のこの俺が、あれだけのことをして無事で済むはずがない。そういうお前もそうなんだろう。感じるもんだな。